これで山内さん、新井カープは今シーズン初の7連勝となりました。そうですね、4番を任せてきた、ね、選手がいない中で、いろんな、ね、役割のできる上本選手を、ね、4番に使いましたよね。まあ、それでバントも、ね、するなど、つなぎの4番として機能したんですけど、まあ、上本選手も普通にプレーしているように見えますけど、気持ちは、ね、ちょっと穏やかでなかったと思うんですが、新井監督の声かけが良かったんだと思いますよね。でさらにですね、昨日は小園選手を、ね、開幕戦以来となる1番バッターに起用したんですよね。その中でこういうふうに、ね、先頭バッターとしてヒットも打ちましたし、まあ、菊池選手、西川選手と1番4番がいない中で、新井監督の采配が驚かされるんですけど、起用が当たってますよね。はい、この後もどんな驚く、ね、采配があるのかというところも注目したいと思いますが、さあ首位とゲーム差なしで2位に位置するカープですが、明日からはスワローズを本拠地に迎えて戦います。山内さん、明日の予告先発は栗投手です。そうですね、まあ、これまでいいピッチングしてましたから、まずは栗投手のピッチング、まあ、ずっとね、ここのところのカープは先発ピッチャーが試合をしっかり作ってますからね、栗投手も続いてもらいたいですし、はい、ヤクルトスワローズ、ちょっと村上選手が調子を上げてきましたので、そこをちょっと気をつけて投げれば、栗投手であれば大丈夫だと思いますね。はい、その明日の試合、TSS で中継します。ぜひご覧ください。